ううささぎぎびびチチャャンンネネルルこんにちはですさて今回は2022年の大型アップデートで追加された IAA ミッションについての攻略動画となりますがこの動画は以前上げてたものの修正版となります。 前回はね、間違った情報をお伝えしてしまって、本当に失礼いたしましたえ。前回の動画を見てない人もいると思うので、最初から細かく解説をしていきますが、以前の動画の訂正箇所も含めてお話をさせていただきますので、そのあたりご了承ください。なお、この動画はハードモードでやってるプレイを基準に作ってます。 そして前回の動画ではトレアドールじゃないときついっていう風に言ってたんですけども、もう今回は一切使いません。もうそれ自体がね大間違いでした。車はずっとカリン車走行を使用します。まずは一つ目のミッション。 情報からですね。メイソンのパソコンにアクセスするためにアパートへ行けと言われますが、ここでは敵は出てきません。アパート内でパソコンにハッキングをかけるだけです。でこれはね、カヨペリコ調達でおなじみのこのハッキングですね。で、アパートを出たら FIB ビルの正面から突入することになるんですけども、すぐ近くのね、建築現場がマップに表示されますんで、 そこへ行って服を着替えることができるので、まずは着替えに行きましょう。そうしたら正面玄関に乗り付けます。服を着替えていれば入り口はこんな感じで普通に通ることができます。ただし上に行ったら敵に見つかると攻撃されますんで、効率よく行くんだったら隠密状態で行くのが良いと思われます。まあ、このあたりもね、カヨペリコと同じ感じで、 で、視界に入らないように移動していけば隠密を保てますし、ヘッドショットで敵を倒せば敵の数を減らすことができます。で、ここもカヨペリコと同じで、変な場所でね、敵を倒すと、倒した瞬間は大丈夫でも、その後にね、巡回してくる職員に見つかって攻撃をされることになります。で、この建物ではハードウェアってやつを2つ持ち帰ることになるんですけれども、だいたい奥の方の部屋にあると思うんで、うまく敵を倒しながら行きましょう。 で、二つ見つけたら、あとは建物を出て次の目的地に向かいます。目的地に着いたらこっちに向かうと、分電板というかブレーカーみたいなやつがあるんで、それを破壊します。で、もう一つ入り口の上の屋根のところにあるんで、まあ、こんな感じでね、コンテナから登って目の前に行って壊すか、まあ、こんな感じで下からでも撃てるんで、破壊しておきます。 で、この2つを破壊しておけば敵は現れないので、物を持ち帰るだけになるんですけども、これをやらないで中に入ると敵が来ることになります。ただしですね、手前のさっきの FIB のビルで見つかってしまっている場合は、これを2つ破壊しても敵が来るっぽいですね。何回かやったんですけど、敵が来ましたね。 で中に入ったらフラッシュライトで照らしながら中をうろうろしてハードウェアを2つ見つけるだけですねで2つ見つけたらあとは目的地に届けて完了となりますちなみに FIB ビルのその侵入のところを派手に行くんなら、まあ、以前の動画で紹介した方法になるんですけれどもトレアドールでねこんな感じでもう入り口からバカスカミサイルをめった打ちにして全滅させてあげましょう で、これをやるんだったら、ビルを出るときにね、敵がめちゃめちゃいるんで、まあ、こんな感じでトレアドールは、後ろ向きで中に突っ込んでおいた方が、帰りが楽になります。さて、次は、対重宝というミッションになります。最初はドローンのところに行って、スマホからハッキングをするだけで完了になるので、かなり簡単なミッションになりますね。で、その次は、モーテルに向かえと言われるので、モーテルに行くことになりますが、モーテル内では敵は出てきません。 中でパソコンにアクセスするとドアから煙みたいなのが出てきてね敵に拉致られることになるので,で拉致られた車の中でハッキングをすることになりますでこの丸いやつにねレーザーみたいなのをこう角度を変えて当てて、まあ、この反射板のね角度を変えてあげればこうレーザーの向きが変わっていくんで,でこの丸いやつを全部壊すっていう感じになります、まあ、ただねこれ失敗してもさほど問題はないので慌てずに時間もあるんでゆっくり 落ち着いてやりましょうで。ハッキングが終わったら車を出て、そのままその車を奪って目的地に向かいます。で乗り物を乗り降りするボタンで車の外に出ることができます。で降りるとね、いきなり視点が変わってたりするんで、まあ、一瞬焦りますねで。あとはドライブするだけですね。次は救出です。捜査官のガレージに向かいますが、以前の動画では僕が最初にやった時にね、車が反応をしてくれなかったんで、 ガレージの中を全部調べなきゃいけないっていうふうにね、間違った情報を伝えてしまったんですね。で、これね、何度も試してみて、あとコメントもいただいたんですね。で、ガレージに入ったらいきなり車に行っても大丈夫でした。で、車に乗って、一旦車に乗れば、マップに目的地がね、黄色くマーキングされるんで、そのまんまガレージの外まで出て、で、車を乗り換えて目的地に向かいましょう。 で次の目的地で敵がね山ほどいるんですけど、ここをね、僕は初見でやった時にナイトシャークで行って、めちゃめちゃにやられたんで、まあそれでね、トレアドールを選択しちゃったんですね。カリン車っていうね、この車が完全に頭から抜けちゃってました。この車で行くとね、全然楽でした。で、マーカーが出てる3つのね、黄色い印のうち、 一番遠いところが大体目的の場所になるとは思うんですけども近くに行った時に銃撃音が聞こえるので近づけばすぐにわかります銃撃をしている場所の中に捜査員がいるのでその中を、まあ、うろ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 してね捜査員を探しましょうで見つけたら捜査員を拾ってあとは病院に送り届けるだけですで刑務所横の、ね、高速道路をロスサントス方面に向かってまっすぐ走っていけば病院に着きます 次は資産押収です。これは前回基本的にはね、ジャマーを破壊することになるんじゃないかとお伝えしたんですけども、破壊しなくても全然いけました。で目的の車を探し出すのに、ジャマーを破壊するっていうミッションになるんですけど、ジャマーをすべて破壊すれば、目的の車がマップ上に出てくれることになるんですけども、まあ、そうじゃない場合っていうのはね、車を特定することができません。ところがね、これ何度も何度もやってると、車のパターンがわかるので、 目的の車のタイプを覚えてしまえば、全然早くできるようになりますね。でトレアドールとかだと、あのー、その当たりの可能性のある車ってのが、ミサイル射程圏内にいればね、車をロックオンしてくれるので、ピピピピ音が鳴るんで判別ができるんですけども、かりん車の場合はね、自分の目でそれを見つけないといけません。でマップ上にね、こうポツンポツンと、まあ、途切れ途切れというか、 時々黄色いエリアがね表示されるんでそのエリアに向かってうろうろしているとワンボックス車がね現れるんですね。でこれが慣れてくるとあこの車だっていうのが分かってくるんで,でその車の目の前に止まって運転手を引きずり下ろしてで車に乗れば、まあ、結構な確率で当たりの車にヒットします。ですがね外れる車もあるので車に乗り込んだ時にね目的地のマーカーが出なければそれは外れの車となります。 目的の車のデザインなんかは毎回違うんで、まあ、うまくね、当たりを引かなきゃいけない運任せのやり方ではありますが、回数をこなしていくとね、まあ、当初僕が思っていたより、はるかに結構早く当たりの車を捕まえられる確率がね、かなり高いんですよね。 で見分ける方法を探したんですけど、今のところはちょっと車を見分ける方法っていうのは分かりません。で目的の車はね、こんな感じの荷物を積んでるので、まあ、後ろから見た場合は、後ろがガラス張りの車の場合ですけど、積み荷が見えるので判別することはできるんですけど、まあ、それをね、わざわざ確認してるより、とっととね引きずり下ろした方が多分早いと思います。 しかも、積み荷で確認をして、もし当たりじゃない場合の車っていうのは、その車を放置することになるので、また遭遇する可能性があるんで、そうすると二度手間になっちゃうんですね。なので、こう、車からね、運転手を引きずり下ろして、外れだった場合は、まあ、その、道路の端っこに寄せて、変な止め方で置いたりとか、まあ、破壊してしまったりとかして、次の選択肢から排除した方がいいと思います。 でこの方法になれるまではジャマーを破壊する方法になると思いますけどもこっちはジャマーを破壊する方の映像になりますけどもジャマーはね建物の上にあると思うんで上に上がる階段やねはしごを見つけて、まあ、上に登ってって破壊してくださいではしごとかね階段の他にたまにマーカーを踏んで建物に入るパターンやエレベーターに乗るっていうパターンもあるので、まあ、その階段とかがないって というはちなみにジャマーは破壊すると爆発するんであんまり至近距離からね破壊すると爆発に巻き込まれて自分も死んじゃいます。 でジャマを5箇所を破壊すると目的の車がマップ上に現れますのであとはさっきと同じになりますね車から運転手を引きずり下ろして車を奪いましょうで奪った後は目的地まで敵がかなりしつこいのでうまく逃げて届けましょうでこの敵はね無限に湧いてくるんで、まあ、降りて倒してもあまり意味がないんで戦ってるとキリがないですで目的地の近くまで行けば敵も去っていくので届けて終了になります さて次はペーパートレイル作戦まずは建築現場に行ってカメラ映像を確認することになりますがターゲットになるダガンはね屋上にいますんで十字キーを左に押してって屋上だけを見れば OK ですそしたらカードキーの入手をすることになりますがこんな感じに進んでいってこっち側にいる誰かがねカードキーを持ってると思います大体いいこの二人を倒せば入手できると思いますがたまに違う人の場合がありますね でここで戦闘ドローンが攻撃してきますんで、それも落としておきましょうで。あとはエレベーターに乗ってひたすら敵を倒して上に上がっていくだけですね。ただ建築現場っていう場所で隠れる場所がね、非常に多くて敵の位置がわかりにくいんですね。かなり敵が多いんで、まあ何度かやってね、敵の位置や移動パターンを把握する感じになるんじゃないでしょうか。で敵が、ね、あんまりにも多いため、今回の動画ではさすがにね、敵の一人一人の動きとかを解説はできないんで、 やって覚えてもらうしかないですね。 で、このフロアにも攻撃ドローンがいるんでそれをとっとと倒しておきましょうで攻撃ドローンにはねエイムがいかないんで、まあ、飛んでる場所を目視してもらって狙自分で狙ってね撃ち落とさないといけませんでこの建築現場でね戦うには敵の位置を完全把握してたとしてもいきなり真ん中を進んでいくと蜂の巣にされますんで、まあ、大外をね大回りしながら行った方がクリアはしやすいですね で、スロープを上がっていって屋上まで行ったらダガンが逃げるので敵を倒してビルから降りてダガンを追うことになります。で、逃げるヘリはね、多分撃ち落とせないはずだと思います。コミランをね、何度か当ててるんですけど、まあ、特に撃ち落とせたことはないですね。 であと、スロープにね、この状態で長くいると、下から敵が湧いてきて、後ろから撃たれるんで、素早く行っちゃった方がいいですね。で、マップにパラシュートが表示されてるんで、それを取って、飛び降りて、下に降りればいいだけですね。で、屋上の敵はね、大体3人ぐらいですね。 でそのまま飛び降りてもいいですし、このエレベーターシャフトに登ってって、はしごを登ってね、さらに高いところから飛び降りると、ダガンのビルまでね、パラシュートで直接行くことができるんですけど、時間はかかるし、屋上に降りる手前にね、下にいる人たちに蜂の巣にされると思います。何回か屋上に直接降りるのチャレンジしたんですけど、ちょっと難しかったですね。もうちょっとチャレンジしてみようとは思います。 このダガンがいる屋上の敵も建築現場と一緒で物陰にたくさん隠れてますんで戦いには注意しましょう。 ブリーフケースを奪ったら、あとは車で逃げるだけなんですけども、まあ、はしごをね、降りるときに、このうまくやらないと、落っこって死んじゃいますんで <laughs>、注意してください。で、あとはまた目的地に届けて終わりになりますね。さて、最後のミッション、一掃ですね。で、ここはまず指示通りにヘリに乗ってチリアド山の山頂へ向かいます。で、飛び立つときにね、いきなり建築現場でヘリが事故る場合があるので、気をつけましょう。 で、ヘリを飛ばしてチリアードさんに向かいます。目的地に着いたら、帰りはヘリは使えなくなるんで、まあ適当にね、ヘリは止めても大丈夫です。中に入ると、中は真っ暗なんですけども、この段階では敵の攻撃っていうのはないので、ライトで照らしながらどんどん進んでください。で、途中ね、たくさんのジャガーノートの人形というかロボットみたいのがいるんですけども、まあ後々のためにね、ミニガンとかショットガンで破壊しておきましょう。 で、動画でわかると思いますけど、ミニガンで破壊していく場合は、武器を持ち替えながらね、エイムを別の武器でかけてあげると、ジャガーノートの位置がわかりやすいと思います。で、ブレーカーにたどり着くと、ヒューズを4つ探してこいって言われるんですが、ここで気をつけてほしいのが、ヒューズの目の前に行ったとしても、通常はね、ヒューズを取るっていう表示が画面に出るわけですけど、十字キーの右押せとかね。でただ、フラッシュライトを構えてると、 この表示が出ないんですね。なので、ライトでこう照らしてヒューズを目で確認した後に構えをやめないと反応してくれませんので注意してください。でヒューズを集めて電気がついてもまだ敵は出てきませんので、まあ、動かないジャガーノートを、ね、破壊していくことに専念しましょう。で、電気がついてサーバールームに向かうんですけども サーバールームで2つ接続をするとジャガーノートが動き出しますのでそれまでにあらかたこうジャガーノートを、ね、破壊しておくことをお勧めします後でねこう動き出すんでたくさん残ってると結構厄介になりますねでただ距離さえうまくとってればあのこいつらはそこまで強くないんで全部無理やり破壊しなくても大丈夫だと思いますね、まあ、全部破壊したとしてもどのみち、ね、何体かは出てくるので 戦うことにはなっちゃいますで実際、ジャガーノートが動き出したらミニガンよりもエイムが効く銃で長距離からね、撃ちまくって倒した方が安全だと思いますね。まあ、軍用マシンガンとかがやりやすかったですね。あとは出口に向かって戻るだけなんですけども、細い通路のところでジャガーノートが出てくると思いますので、突っ込みすぎないように注意しましょう。至近距離でね、鉢合わせになるとさすがにやばいです。で 湧いてくるジャガーノートに注意しながら出口に進んで、で、外に出たら、まあ、さっき言った通りヘリには乗れないので、ここから飛び降りて、車に向かってうまくパラシュートで降りていきましょう。で、車に乗って走り出したら、また逃げながらドライブしていくだけですね。さて、これで全部クリアになりましたで。こうしてね、改めて解説させていただきましたけども、本当に以前に出した動画の内容はめちゃくちゃでした。 もうそれをね参考にしてしまった方々本当に申し訳ありませんでしたということで今回は今わかる限りの改善版の攻略ということでお送りしましたけれどもまたねここから改良点改善点っていうのは結構出るとは思いますので、まあ、そうしたらまた動画にてご報告させていただきます長いお時間になりましたが最後までご覧いただきありがとうございましたではまた次の動画でお会いいたしましょうさよなら うさぎとびチャンネル